吉田さん、おはようございます。はい、おはようございます。秘密ウクよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、出島に来てるんですけれども、まもなく西九州新幹線が開通しますが、今日はね、その開通にちなんで鉄道の秘密をご紹介したいと思います。いったき長崎探訪秘密ウクでは、長崎の街に隠れた歴史や風土が織りなす秘密を、広助さん監修の本広助長崎100の秘密を参考に解き明かしていきます。本に登場するのは個性豊かな可愛いキャラクター。長崎の秘密を広助さんと一緒に楽しく紹介してくれます。さあ、出島からね、今玉江橋の方に来てますけども、この辺はね、やっぱり来るたびになんか建物が変わったり新しくなったり、道路もいろいろ変わったり変化する長崎が見ることができますね。広助さんもこの辺よく通られますか？そうですね、ここ、まあ、お家からも近いし、この辺り海岸沿いにちょっといっぱい飲むとこもあるし、この辺はね、ちょっと散策とかね、ブラブラするにはちょっとぴったりの場所ですけれども、そろそろですかね、まもなく長崎港駅、長崎港駅、まもなく到着いたします。秘密を置く水辺の森公園へお散歩だ。潮風はよかね。おとしゃま、これは何ですか？踏切？数歩で越えられるね。昔は出島に長崎港駅という駅のあったとよ。その名残たい。海のそばに駅があったの？港と駅が近かったら乗り降りの便利やけんね。名残のあると昔の言葉は想像できるやろ。レールのガタンガタンとか踏切のカン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 が聞こえてくるような。さあ、川沿いを進んでいくと、ここにね、小さな、まあ、踏切って言っていいんですかね、線路がありまして、でその線路の先には大きい車輪があります。でよくよく見ると、この線路の先、一直線に伸びた先にはコンクリートのなんか四角い塊、橋台、ね、橋の台があって、その先もずっと一直線になんか細長い道があります。昭和の初めから第二次大戦の近くまで、ここは本当 SL が走った路線になっておりまして、この先にあったのが長崎港駅、長崎港駅とも言いますが、そういう立派な駅があって、大変も重要視された路線になっておりました。ここのモニュメントの近くにはね、ちゃんと解説板がありましてね、この鉄道の話、臨港鉄道長崎港駅についてということで、これ本みたいな形でめくることができます。すると、ほら、まさに今立っている場所、 SL が走っていました。港の駅から出て長崎駅に向かう蒸気機関車というふうに書いてますが、ではなぜここを鉄道が走っていたのでしょうか。いわゆる長崎上海航路が、ね、ありましたけれども、長崎駅まで行くにはちょっと遠いからということで、引き込み線を引っ張って上海航路降りたらすぐ駅、そしてここから東京の方に向かう大変重要な路線だったわけで、昔はね、上海航路として本当出島岸壁は大変なにぎわいを見せていたと言われております。まあ、もう今はね、そういう面影ありませんが、これがね、当時長崎港駅、長崎港駅があった名残ということなんですね。これで秘密9番、長崎一短い踏切、踏切ではないのですが、ここには鉄道が走っていたモニュメント、名残が紹介されているわけなんですね。せっかく出島に来たので、出島町の中に不思議な地名がいっぱい残ってますので、ちょっと紹介したいと思います。同じ出島町に面白い秘密があるとのことで、次の目的地に向かいますが、ちょっと寄り道、町歩きの達人広助さんの好きな道があるそうです。この出島の反対側のこの通りが好きなんですよ。この辺はね、なかなか見応えのある街歩きができるので、どちらかというと出島の史跡よりもこっちの方をよく歩きますね。なんか見た感じを普通のなんか通りてるか
そうかな。いやなんかね、レトロ感漂うなんか建物とかね、結構この辺雰囲気好きですし、この建物なんか渋いよね。これも昭和の初めの頃の建物なのかな。なかなかね、いい味出してるでしょ。この辺り歩くの好きなんですよ。ね、電車も通りながらこの辺を歩くの面白いですね。広助さんお気に入りの道も紹介できたところで、続いての秘密へ。この辺りは旧町が集まる通りだそうです。明治以降ね、この辺り埋め立てられたのでね、新しい町ができね、新町名を作りましょうということで、この辺の電柱分かりますかね、末広がりにね、町が発展するようにって、ここはね、末広町って以前は言ってたんですね。そしてね、この通り挟んで反対側もね、また奥の方はね、船が入って船着き場、港があったわけですから、長い入り江があったんですね。だからね、この辺りからはね、昔は入江町と言っておりました。入江町の名残として昔の電柱にその痕跡が残ってますよ。ここ入江町の跡、第二次大戦後ね、もう昭和30年以降、この辺りは、ね、町会町名変更を行って、もう今全部一連で出島町という名前なんですが、こうやって明治以降に付けられた町名がね、電柱見て歩くといろんなね、歴史が見てわかるんですよ。今度は旧入江町から大浦方面へ進みます。今度こっちの方に行けばね、この横の路地のところにもまたほら面白い町名の札がついてますね。西馬、そう、馬ですよ。馬馬ひひんですよ。秘密を置く。おとしゃま、鉄腕アトムって知ってますか？よう見よったぞ。古か漫画ばよう知っとるね。図書館で手塚治虫人物伝を読んだんです。10万馬力ってどういう意味？10万頭の馬ぐらいの力があるってことやかね。長崎にも千馬町という町があったとぞ。千馬力ってこと？たくさんの馬の集められとった場所やったと。千はたくさんという意味やかね。おい秀彦、聞いとるか？1000の100倍が10万？10万馬力ってすごいんだな。ちょうどね、この交差点ぐらいまでが昔の千馬町ってことになっておりまして、電車がここを昔は往来しておりました。その時の様子がね、反対側に看板が立ってますから、見に行きたいと思います。旧千馬町から今ね、渡ってきて、ちょっとね、港メディカルセンターの方にやってきました。ちょうどね、この交差点のそば、恐竜博物館のモニュメントの横に昔の写真がここに飾ってあります。ちょうど交差点のところがね、入り江になっておりまして、その入り江を渡す橋がかかって、先ほどの千葉町からね、一本道が通って大浦海岸通りに続くっていう道がありました。時はちょうど明治30年代、日露戦争がちょうど始まったわけで、たくさんの兵隊さんがここに待機して船で渡っていたと言われております。そして先ほどずっと歩いてきた場所には、大陸に送られる軍用馬、馬がたくさんいたわけで、それで千馬町という名前が付けられたと言われております。2000馬町というのは、千馬町のもう一本隣の通り、2番目の通りということで、2000馬町という表記になっているわけなんですね。はい、これで秘密10番、千馬町って千頭の馬がいた、まあ千頭というかたくさんの馬がいたわけなんですね。今度こっちの方に行けばね、また面白いものがね。広瀬さん、はい、恒例のあの大人気企画を間違いなく、もういい、うん、はいはいはい、早いのは明日からシルバーウィークに入るんですよ。うん、休みか、はい、休みたいな。なんで、まあ、今旅行シーズンにもすぐ入るので、うん、今
はちょっとお土産店に行ってみようかと。お土産店、はい。恒例となりました広助さんへの挑戦状です。明日からシルバーウィークということで、旅行や帰省を考えている人も多いはず。やってきたのは旧船場町から歩いて3分の場所にあるいろはや出島本店です。お邪魔いたします。わ、いろんなものが本当にね、長崎のお土産屋さんって形で、長崎のいろんな絵とかね、いろんな品物が並んでますよね。もういろんなロケでまた地名が出てくるので、なんか懐かしく思ったりしますね。壱岐とか諫早とかありますね。長崎ももちろんですけど、九州のお土産品を取り扱っておりまして、生産者の思いをお客様に伝えたいという思いでオープンしております。セレクトショップになります。広助さんへの挑戦状のコーナーになります。当店の一番人気の商品はどれでしょうか。一番人気、一番売れてる商品ってことですね、はい、ヒントは、うちが九州のものを扱ってるんですけど、はい、長崎のものです。なるほどね。先ほどちょっとずっと見て、やっぱり佐賀とかね、他の地域もあったんですけど、やっぱり長崎ってやっぱ長崎のものですよね。まあカステラからね、まあでこの辺出島も近いしな、かんころ餅も。かんころ餅はね、まだ長崎人が買うんだよな。観光客はね、どうかな。長崎のもの、長崎のもの、そうですね。さあ、数ある商品の中から広助さんが選んだ答えは、夢びわ茶とかいかがですか。こんなのなんか長崎らしくて、なんか買い求めやすく、このコンパクトなんですけど、夢びわ茶。残念ながら不正解です。びわの葉っぱを使っているお茶で、女性の方にアンチエイジングとかシワ予防とかシミ予防とかにもいい成分が入っているものになります。意外にも正解の商品は広助さんのすぐ近くにありました。え、ハサミ焼きになります。あ、なるほど。リザイモンさんっていう熊本さんなんですけど、はい、一つ一つろくろで回して作られていまして、はいはい、お色付けとか線彫りも手作業なので、同じものでもまた風合いとか色合いが違うので、見比べていただくのも楽しいかと思いますね。ハサミ焼き今本当流行ってますよね。こういうの本当に、ね、手に取って本当馴染みやすい形ですし、色合いがおしゃれですよ。ブルーは長崎の海をイメージされてこのお色にされてます、ね、なるほどね。年齢層関係なく、若い方から年配の方まで買っていっていただけてますね。外帰りなんかするときに、やっぱり長崎の県産品、長崎のものを届けるっていうのもなかなかいいお土産になるかもしれませんね。長崎人が逆にお使い物にもちょうどいい品物が揃ってますね。撮影の終わりには広助さんがびっくり仰天したものが。ご存知ですか。いや、これ入ってきた時に なんで富士山が売ってるのかなと思ったけど、はい、一応こちらもハサミ焼きになりまして、はいはい、コーヒー あのペーパーレスコーヒーフィルターになるんですよ。あー、なるほど。紙を使わずに、うん、そのまま粉を入れてお湯を注いでもらうだけで、セラミックでできてるので、はい、穴がちっちゃい穴がですね、いっぱい、抽出されます。なるほど。紙だと豆のいいオイル成分とかアロマが全部紙に吸い取られちゃうみたいなんですけど、はいはい、これだったらしっかり旨味とかも全部出してくれるので、はい、ちょっとお安いコーヒーでもコクのある美味しいコーヒーが飲めるという商品になります。これちょっと私コーヒー飲みなので、これは、ね、これ買って帰ります。すいませんでした。誰かなって。